ヨナス・キエルグレンは、スウェーデンのヘビメタルミュージシャン、音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア。現在は、グラニエルダ在住。スカーシンメトリーや、センティネクスなどでのギタリストとしての活動と、カーナル・フォージなどでのボーカリストとしての活動で著名。また、オクトーバー・タイドでは、ベーシストとして活動していた。それらのバンドでは、作曲や作詞も行っている。また、 ブラックラウンジスタジオというレコーディングスタジオを所有しており、音楽プロデューサーとしての活動も行っている。ソニックシンディケート、スティールアタック、ジアブセンス、ゾナリア、21ルシファーズ、ダーザミット等のバンドのプロデューサーを務めた。ギタリストとしては、7弦ギターも使用し、前までは、ジャクソンとエンドーズ契約していたが、現在は、ディーンのディーンレーザーバック7を使用している。 1993年にデラモートというデスメタルバンドを結成している。デラモートは1996年にファーストアルバムエブリシング・ユー・ヘイトをリリースしデビューしている。その後3枚のフルアルバムをリリースするが現在は活動を休止している。また1994年にペクセレーテッドというデスラッシュバンドででも A New Beginning of Unfaithful Life をリリースしている。このバンドでは、ボーカル兼ギターであった。また、1995年には、執権サイドというデスメタルバンドで、ギター兼ボーカルを務め、1996年にでも、ウェルカムツーザインサイドをリリースしている。1997年に、結成したばかりのデスラッシュバンド、カーナル法人に、ボーカリストとして加入。 当初は、サポートとして参加するつもりだったが、結局、正式に加入することとなる。カーナル・フォージでは、5枚のフルアルバムに参加した。また、1998年には、センティネクスに、ギタリストとして加入する。センティネクスでは、4枚のフルアルバムに参加した。さらに、1999年には、ドゥームメタルバンド、ワールド・ビローを結成。 ギター兼ボーカルを務める。同バンドでは3枚のフルアルバムをリリースしている。2004年にカーナルフォージから脱退する。脱退の理由はデスメタルバンドとしてはセンティネクスに専念するためであった。また、そのセンティネクスも2006年に解散している。さらに2004年にはヘンリク・オールソンとスカーシンメトリーを結成し、 ギタリストとして活動していたが多忙を理由に2013年に脱退した。2009年から2010年にはオクトーバータイドでセッションベーシストとして活動した。また時期は不明であるがクエスト・オブ・エーデンスにギター兼ボーカルとして参加していた。ありがとうございます。